当社は1997年にファウンダーの伊藤がアメリカからコーチングを持ってまいりまして、コーチングの専門会社として立ち上がりました。我々がやっておりますこと、大きく2つあります。一つは組織開発ビジネス、それからもう一つが人材育成のビジネスとなります。組織開発ビジネスというのは、我々が直接経営者の方、役員の方、管理職の方、リーダーの方を我々がコーチする、それを通して組織開発を実現していくということになります。我々の法人のお客の大体8割を超えるお客様がプライム市場に上場されている、いわゆる大企業です。東京、日本のみならず世界中でご支援したいというふうに思いまして、ニューヨーク、それから上海、香港、バンコクに拠点を構えてご支援をしています。また組織開発をするにあたっては、一体どういったところで本当に変化が起こったのかということを見定めていくためにリサーチをする部隊を作っておりまして、コーチング研究所といいますが、リサーチの部門を作って組織開発を効果的に進めることができるよう取り組んでおります。人材育成ビジネスの方は、コーチングができる人、コーチを育成開発する、でこれは我々の素養でもありまして、1997年から25年にわたってこの人材育成ビジネスを行っております。今日になるまで1万人の卒業生の方がいらっしゃって、多くの方々が組織の中でインターナルコーチ、社内コーチとして活躍されています。我々のパーパスは、世界中の人が対話に参加する、参加できる機会を作り出して社会に貢献しているというものです。対話というものを大変大切にしています。で、対話とは一体何かなんですけれども、会話と比較をすると分かりやすいというふうに考えています。会話というのは基本的には焦点が同じというところにあります。例えば、今日暑いですね、本当にそうですね、共感を育むことによって信頼関係を二人の間に造成していく、それが会話の主な目的だというふうに考えています。一方で対話はフォーカスが同じではなくて違いにあるというふうに考えています。二人の方が話せば当然価値観も来歴も違いますから、違う意見を持っている、この違う意見をぶつけることによって二人の間に新しいものの見方であったり、アイデアであったり、考え方を作り出していく、生み出していく、これが対話だというふうに思っています。ところがですね、一般的には違いをぶつけていくプロセスの中で、実は俺の方が正しい、私の方が上なんだ、自分の方が知っているんだ、こういったことが起こりやすい、つまり対話ではなくてディベートにどんどんコミュニケーションは偏っていってしまう。そうではなくて、2人がコミュニケーションを交わすことによって、違いをぶつけ合うことによって新しい何かを2人の間にクリエイトしていく、これが対話だというふうに考えています。この対話を多くの組織の中で実現していきたい、その背景としては対話が不足しているという思いがあります。例えば上司と部下の間、上下間で上司はやはりその部下に対してこういうことをやってほしい、やるべきだというふうに指示や命令をしがち、そこには対話がなかなか起こらないんですね。あるいは部門間、違う部署の間で違う視点、違う見方を持っている、その部署間で対話がなかなか起こらない、この対話の欠如というものが企業の中のイノベーションであったり生産性の向上といったものを阻んでいるのではないかというふうに我々は考えています。かねてから言われていることですけれども、日本の企業の社員の方々の会社に対するエンゲージメントというのは非常に低い状態が続いています。いろんな背景に理由はあると思うんですけれども、我々からしますと、やはり対話の不足というものが企業のエンゲージメントを下げることにつながっているのではないかというふうに考えています。多くの企業がエンゲージメントを高めるためにさまざまな取り組みを行っていて、ただその方向性は我々のこの考え方にぜひ共感してほしい、こちらを向いてほしいというスタンスがある、それはもう限界ではないかというふうに考えています。エンゲージメントを高めるためにはコンテキストに共感してもらうのではなくて、コンテキストを作る側に回ってほしい、一緒に歴史を我々と作っていこうというようなスタンスがこの組織の側に求められているのではないかというふうに思っています。で、これを実際に現場で実現するためには、
例えば上司と部下、あるいは同僚同士で多くの対話を交わしていく、一体自分たちにこの会社の発展に向けて何ができるだろうかという、誰かが一方の方に対してこのように会社を進めていくのはいいだろうというふうに伝えて説き伏せるのではなくて、どんなふうに会社を発展させることができるのかという問いを間において一緒に考えて対話を起こしていく、そうすることによって一人一人が会社を、組織を作る側に回ることが可能なのではないかと、組織の中にもっと対話を多く増やしていきたい、そんな思いでこの組織開発のビジネスを行っております。